サブチャンネル、お昼に出してますちゃんまでございます。のミルク佐藤です。12月も10日になりましたけどね、いや今日はサムネの通りね、ひよこの大将誰が見分けるかっていうね大将は見分けられるだろ大きいのとちっちゃいのオスメスじゃないね今日はねはい、というわけで天皇杯、私一日違う仕事してね見れてないんですよね、はい、結果は知ってます、うん、でも映像見てないんで、うん、ここはねこの15分いただいて、もう講談師のみちゃんによります、大活劇天皇杯語りね、私同じぐらいワクワクさせてほしいんですね。いやーぜひやらせていただきたい、いやもうエモオブエモ、はい、エモオブエモそうだったんだ、びっくりしたこの手の、もうその大号泣でしたからね、時系列から語っていただくのもありですし、エモエモベスト10でもいいですし、いやー時系列でいこうかな、じゃあな行きましょうか、はい、はいはい、まず、川崎フロンターレ VS、うん、まあ、柏レイソルということで、はいはい、うん、でフロンターレもプレビューでまあお話ししたようなメンバーそのままではあったんですが、まあ、キーパーチョンソンリョン、はい、でディフェンスラインが山根、大南、山村、上里、はい、で中盤はアンカーに立花田のインサイドハーフに瀬古、脇坂、はいはいはい、で前線の並びが家長、ダミアン、宮代という形でございました。マルシーヌ選手ちょっと怪我的なもの間に合わなくてって感じですね。あ、そうなんだ、はい、うんうんうん、で対する柏レイソルは、はい、ゴールキーパーに松本健太選手、うん、ちょっともうちょっとのみちゃんサッカー講談リズミカルにお願いします。対しますは柏レイソル嘘、まあ、ごめん俺ね見たことなくて分かんねえんだ確かにそか、なんか神田白さんみたいにやればいいんですよ俺見たことないから何も答えられなくてごめんね。俺もあんまないんだけどイメージなかった、うんうん、はい、でディフェンスライン、柏レイソル実はね、犬飼選手とあとこれプレビューでも話しましたが、千葉の山田優斗選手が、はい、それぞれ犬飼選手は浦和で、うん、山田選手は前半戦栃木にレンタルとかで行ってたんで、はい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 、そっちで登録されちゃってるから、うん、柏レ天皇杯出れないんですよね。ってのもあってディフェンスラインちょっと変化して、右から土屋、立田、古賀、片山、うんうんうん、でボランチは C8、高峰が、はい、2列目には小山津、マテウス、サビオ、うんうんうん、そして最前線にはちょっと下がり目の位置に山田浩太、ワントップは当然ながら日本代表細山を、はい、こんな、まあ、4123VS442 という答えました、うん、国立競技場に揃い新22人さあ今キックオフの笛が鳴り響く、いやーでしたね、はい、ちなみにまずはここで川崎側はコレオで川崎のカラーリング水色白黒をこうあしらったようなテイストでやっていて、で柏の方は最初コレオで柏ってそのローマ字で書いてあるんですよ、白と黒で、なんだけどだんだんその柏から ASIA だけ赤くなっていくんですよ。 ASI アジア、おしゃれおしゃれと、これすごいと思って、のみちゃん、はい、完全に頭の中で今描いてしました。おしゃべり上手のみちゃんありがとうございます、ください、ください、なるほど、これ見た人は知ってるけど僕知らないからね、そうね、はいはい、やっぱね、そのこうコレオの脚下みたいなものも、こうもう入場の段階からも山田浩太選手とかもずっとこう見てたりだとかして、多分選手の皆さんすごい胸に感じたところあったんでしょうね、うんうん、試合始まってこうフロンターレがボール持ってやっぱレイソルがこうプレスでっていう展開になるのはなんとなくみんな分かってたと思うんだけど、うんうんうん、そうですね、事前のプレビューでも先生言ってた、もうね、うん、強度がいつもの倍以上でしたレイソル、あーそう、もう本当にこれ90分持つのってぐらいにも走りまくってフロンターレ圧倒、いやーそっか、うん、はい、でやっぱフロンターレといったらやっぱりボール保持じゃないですか、まあ、うんうん、でもほら彼らもちょっと今年苦戦はあったけど、それでもちゃんとこうビルドアップでこう守備ラインから中盤につないで、はい、それで前線に持っていくってことはそれでもずっとできてるじゃないですか。フロンターレ前線にボールいかないんですよ。おお、そう、宮代、ダミアン、家長が何もできないし来ないから、回避できなかった、そうパスで、はい、もう細谷と山田浩太と小山津、この3人がもう追いかける、追いかける、死ぬ気で追いかけてて、でこれじゃあ単純に言ったらじゃあフロンターレの方もロングボール蹴りゃいいっていう判断あるじゃないですか、うん、これね結論言うと、うん、蹴れなかったんです。山根選手が明かしてるんですけど、蹴れないぐらい詰められた、詰められたのが一つ、そしてもう一つあったのが、
最近ちょっと国立、サッカーも含めていろんな形で使いすぎて、ちょっと芝があれだったんです。あ、ティーアップされてないんだ、ボールが。そう。ちょっと蹴ってもコントロールできなくて、ちょっと最初から確かにサイドライン割ることも多かったんですよ。だちょっとこれやばいな、これ繋いだ方が絶対それでも可能性はあるってので、ロングボールできなくて、なるほどね、芝もあるんだね。そうで、レイソル側も多分それをどっかで感じ取ったのか、うん、締め締めというよりも、よしじゃあもっといったれっていう形でもうガンガン、そういう環境はレイソル側に味方してたのかもしれないですね。じゃあそうですね、はいはいはい、だからね、もうどれぐらいってレベルはコーナーキックとかで分かりやすくて、うんうんうん、前半10分の段階で柏5川崎0みたいな感じです。コーナーですよ。カウンター側がコーナーいっぱい取ってたんだ。そうなんですよ、うん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 、当然だからやっぱね、あのボール結局保持するのはフロンターレね、保持率は川崎の方が結局上ではあったんですけど、はい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 、なかなか前につけないから、もうあの立花田選手の脇にこう瀬古選手が降りてきたり、なんならそういうこと、立花田選手自体がディフェンスラインの方に落ちたりすることによって、どうにか中盤のところまではボール回せるようになってきたってところはあったんですけど、もう柏の追い回しがずっと効きつけてってところで、もう45分前半もうそのお互いのボールどうやって逃がそう、ボールどうやって追いかけよう、なるほど、それでずっと45分見れたって感じでした。なるほど。でスコアレス折り返したわけですね。スコアレスでした、このまま。まあ、決勝戦硬いなんて言われますけど、激しいあの攻防があったってことですね、見る人が見たら。そうなんですよ、うん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 、でもだん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 、もう川崎としても最初の15分は柏にめちゃくちゃプレスされましたけど、はいはい、ボール逃がせるようになってからはどうにかこう前線までボールつけられるようになって、まあ、結構必死の攻防が両軍すごい、うんうん、もう行ったり来たりっていうことが続くようになりました、はい、でそこから両軍ちょっと交代選手なんかも何人かあったりだとかしたんですけど、うんうん、そのもう後半にね、すごいシーンが何個か、まあさん見て、何教えてよ、のみちゃん教えてよ、あのこの試合、うん、そのもしフィールドプレイヤーの中で誰がすごかったワンツースリーってこうランクつけるんであれば、両軍含めて、両軍含めて、はいはいはい、正直もうダントツでナンバーワンツーマテウス・サビオとホセア・マオでした。いや、ゴールデンコンビ、うん、うん、もうあの解説のそれこそあの林さん、中村健吾さんあたりもずっと言ってましたけど、はい、本当マテウス・サビオはボール持ったら細谷しか見てませんね、はい、っていう、はい、でもただだからこそマテウス・サビオから細谷のボールは通る通る通る、すで、うんうん、に多分ずっと確認続けてたんですよね。聞かせてくんないかな、サビオ見たいけど、一緒にオリンピック出てくんないかな、そんな若くないんだっけそこまで若くないかな、オーバーエッジサビオ、マジじゃない、細谷君選ばれるんだったら、はい、確かにこの2人で絶対1試合1点を取れると思うからね、うんうんうん、もうそういうシーン何回もあって、裏に細谷抜けてサビオがつけて、それをどうにか川崎がしのぎきってが続くんだけど、ビールと枝豆シミと日本酒と太陽、ね、そういうこと。そんな中でね、後半あれ26分とかだったと思うんだけど、はいはい、そういう中でサビオからのボールがちょっと一瞬だけフロンターレのディフェンス陣がちょっと構築ちょっと固まった瞬間に、うん、はいはい、サビオのスルーパスにいいタイミングでホスヤが抜け出すっていうシーンが起きるんですよ、うん、はいはいはい、でそれを後ろから大南が倒すんですよ。うわ、はい、で本当だったらそれ倒れたらドグソなんですよ、うんうんうん、レッドカード一発、はい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 、なんとホスヤ倒れない。うわー、フォワード魂だ。そう。そんなんじゃねえと、俺は。そう、うん。なんだけど、ただそこで立ち上がったって、その瞬間の足で、ちょっとボールが長く出ちゃったので、そのボールはチョン・ソンリョン選手に取られてしまうって流れではあるんですけど。これ、原博美さんが褒めるタイプのフォワードだね。そうだね。こういう人が結局伸びますから。そうなんだよ。簡単に倒れちゃダメなんですよ。なんか、この勝利以上のやっぱ世界見てたなって感じが。そうか。なるほどね。はい、うん、ただそのプレーによって、カードはなかった大南さんなんですけど、もう本当どうにでもなれみたいな感じのちょっと倒し方でもあったので、うん、大南さん自体がちょっと負傷を、あ、そうだ、負ってしまうことになりました。はいはい、じゃあそのシーンのもう数分だけは続けるんですけど、やっぱりダメってことで結局 JTA 選手に変わっちゃうなんていうシーンがあったんですけど、はい、そうだ、それだけなんか両軍大あの川崎だったら大南選手だし、はい、あとレイソルだったら古賀選手、うん、あとは竜田選手、このあたりが結局ダミアン、小林優、そして途中から出てくるゴミス、はい、ずっとやり続けるって形になっちゃったので、まあセンターバックたちが疲弊していく。そうだよね、だって、うん、ダミアンの後ゴミス出てくるんですよ。そうなのよね、ゴジラ沈めたらキングギドラ出てくるみたいなねそうなんですよ、はいはいはい、
そんなことが続きまして、はい、まあ延長、ごめんなさい、後半のね、アディショナルタイムまででも決まることができず、うん、まあ、結局はまあ延長まで行っちゃうってことになりました。スコアレスで行ったんですね。スコアレスなんですよ。で、延長入って、まあ、両君はもう、はい、5人ずつ交代終わってたので、はい、延長前半最後の方に柏がね、プラス1、まあ、6枚目のカードを C8 選手から武藤選手に変えたり、はい、あとは、後半、延長後半が始まるところで、小林優選手が実は途中で入った小林選手ではあったんですけど、はいはい、怪我しちゃったんですよ。ああ、そう。で、最終的に5ミスが入ってくるんですよ。でも、小林優選手がその交代すると結構抜かれるんですけど、うん、もう、多分つけた手袋だと思うんですけど、うん、もうベンチにも叩きつけて、うん、悔しいよね。なんで俺がこの場で最後までチームの役に立ってねえんだってので、あちあち、うん、なるほどね。だそれをねゴミスが見てるんですよずっと。ああいうことで、うん、ああ俺はお前の思い感じ取ってるぞみたいな感じなんですよ。のみちゃんスカウターですよこれは。ってのがあってもずっと。で両軍やっぱこう 0-0 でいくからそのお互いのプレス帯もそうだったりするんですけど、うんうん、やっぱり両軍のゴールキーパーがほんとすごい。もうどんだけセーブしたのか、はい、もう もうピンチになりそうなところをもう事前にどれだけこうディフェンス動かしてこうねなんか喉枯れるぐらい動かしてたなっていうのがすごいあったんですよ。うんへそんな中最後に2人ともこの延長のところでね、はい、見せ場やっぱり訪れるんですよ、うんうんうん、まず川崎かな、はい、そのゴミス選手ですよ、はい、ゴミス選手サイド、うん、山根選手が抜け出してクロスそこにエリア内でゴミスの超パワフルヘッド、うん、わーはい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 なんならなんか地面割れるんじゃないかぐらいのパワフルヘッドだったんですけど髪を振り乱しながらのねナイススタイルでそうはいそれを柏ゴールキーパー松本健太選手が、はいはい、なんとキャッチおやらせるかとばかりにそうなんですよ、はいはい、あとはね、うん、その延長の中であったのがチョンスまた柏レイソルフォワード細谷選手が裏に抜け出すっていうシーンがまたあったんですよね、はい、はい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 でそれをですね、うん、チョン・ソンリョン選手が一回体張って止めてゴールから結構出てきたところで、うんうんうん、ただこぼれ球がまた細谷選手の方に行っちゃうんですよ、はい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 、なんだけど細谷もう一回打つのもまたチョン・ソンリョンが止めるっていう、うん、いやなんかワールドカップ のドイツ戦で権田選手が5連続みたいな、あの時感があれ、うん、あれみたいなのがあってあっちゃってたんですねそうですね、うんうん、でそんな2人のゴールキーパーの活躍もあって、うんうんまあ、迎えたのは PK 戦ですよ。延長までゼロゼロで。すごかったと聞いておりますよ。すごかったわ。最後まで行ったって聞いたら全員決めたのかなと思ったらそうじゃないんですよね。そうじゃないんですよね、はいはいはい、ここは1人ずつ行きたい、なんなら、はい、いいですか、うん、まあ、さ、うん、コイント数的に川崎フロンターレのゴール裏で PK が行われました。まず1人目フロンターレから、うんうん、家永さん決めます。決めます。それ家永さんは外さないですよ、はい、ただね柏のキーパー松本選手も実は手では触れたんです。ああ反応された、うん、だけど、うんまあ、パワーが上回ったって感じです。家永さん、はい、うん、そして次柏の1人目マテウス・サビオ。おお、マテウス・サビオは、はい、ネット突き破りそうでした。ボワンってやつね。右上ドーン。いやーもう分かってても取れないやつね。そうですね、で続いて2人目いきます。はいはい、2人目川崎フロンターレ瀬川祐介選手。はい、止められます。あ、そうなんだ。なんだけど、ああ実は瀬川選手、ああちょっと実は蹴るときにちょっとフェイントかけてて、はいはい、そのフェイントに柏ゴールキーパー松本選手ちょっと引っかかっちゃったんで、ああちょっと早く出ちゃったんですよ。ああ、はいはいはい、蹴り直し。うわー、なるほど。瀬川祐介これ2回目は決める、うん、いやそうだよね、うん、あーキーパーはねルール難しいもんね。なんかね、そうですね、両足でジャンプしちゃいけないとか。はい、うん、そして続いて柏2人目細山を。はい、助走一歩二歩でした。はい、もう右足で強烈にドカンと決めていって、チョン・ソンリョンなんとあまりのスピードに一歩も動けず、ここまで2人目。頼もしいな。頼もしいね、うんうん、3人目フロンターレ山村選手、そして柏は豊島幸郎選手、この2人はそれぞれまた決めていきまして、危なげな決めました。危なげな決めました、はい、で4人目フロンターレキャプテン橘田健人、彼も決めていきます、はい、決めた、はい、リーチかかった。
はい。で、柏レイソル4人目、先頭ケア、うん、うわー、プレッシャーかかるね。思い切って、はい。右足振り抜いたんですが、左のポストに嫌われます。はい。ここで川崎、柏4対3。なんで川崎次決めたら優勝です。はい。現れたのは、はい、バフティンビ・ゴミス。出た。ゴミちゃん。そのゴミスのシュートを、はい。松本健太セーブ。うわー、まだ終わらない戦いは。そうですね。だから、はい、ちょっと急にゴミスキラーになりましたね、松本選手ね。はあはあはあ、ね、延長でも飛べましたからね。ヘッドをね。はいはい、で、5人目、柏レイソル武藤祐樹選手は決めて、はい、PK 戦も6人目以降のサドンデスへと向かっていきます。いやー、サドンデスだって2、3人で終わるよね。普通にね、考えたらね。はい、さあ、6人目、川崎フロンターレ、上里選手、うん。これがまた、松本選手のビッグセーブ。止めたんだね。止めたのよ。うんうん、だこれだが逆転して柏がリーチ状態ですね。決めれば OK。うん、そこで現れたのはこの日何本もロングスローを放っていた片山英一選手。うん、はい。右足で打ったボールがなんとクロスバー。はあ、外してた。6人目はなんと2人とも外します。うんうんうん、ここから7人目フロンターレ、遠野選手が決めます。はい、そして7人目、今度、柏レイソル。なんと、高卒ルーキー、途中から出場した山本大太選手。うん。高卒ルーキー、この全てがかかった場面で、決めます。おぉ。すごいね。ね。はい。そして、してもらいたい。ですね。で、8人目、山根選手ですよ。はい。あのね、山根選手、まさかうまかった。決めたのは先に言っちゃいますけど、はいはいはい、ちょっとね、遠藤やっとさんでした。うんうん、相手のタイミングずらして松本選手を飛ばしておきながら、ある意味ちょっとコロコロシュート的な感じでピリピリ。ね、技巧派。ですね、うん。やっぱカタール経験してるっていうのもちょっと大きいのかもしれないですね。はいはいはい、うん、柏8人目は川口直樹選手決めます。はい。川崎9人目、清水選手決めます。うんうん、柏9人目、立田優吾選手決めます。いや、終わらないじゃない。そして10人目、うん、川崎キッカーに立ったのは、ゴールキーパー、チョンソンリョ。おお、そうでした。あの、これちなみに先にルール言っちゃうと、実は、はい、あの、この直前、さっきあの、はい、川崎の方で大南選手が怪我とかって話しましたけど、うんうん、最後のところで実は柏の古賀太陽選手も実はもう怪我しても蹴れない状態になってしまったと。うん、なのでこれ、PK 戦用のレギュレーションで、もし片方がもう蹴れない、スタメンに出てる選手がこう蹴れないっていう風になったら、あの、両者合意がなされれば、あの、一人ずつ減らすことが可能。だから柏は古賀選手が外れ、川崎はジェジエル選手が外れました。うんうんうん、なのでラストキッカーってことだったんですね。はいはい、チョン・ソンリョン選手。はい、うん、でそのソンリョン選手が決めます。決めたね。はい、うん、そして最後はだから柏レイソルゴールキーパー松本健太 VS、うん、はい、川崎のチョン・ソンリョン。うん、最後のキッカーは、柏ゴールキーパー、松本健太。ここをフロンターレキーパー、チョンソンリョンがセーブして、決まりました。うん、優勝はフロンターレでしたと。いろいろドラマがありましたね。だね。ちなみにその最後なんですけど、まあ、さ、ソンリョン選手は実は止めることはできてなかったですね、PK はね、ここまで。はいはいはい。実はその松本健太選手の時に最初、左手だけ左側に飛ぶ動きするんですよ。で、そっちにちょっとだけ手を動かした直後に、右側に飛んだんですよね。はい、これ多分松本選手に、そう、フェイント聞いたんですね、きっと。これは。うん。盛り上がったでしょ、これライブで見てたら。なんか、ちょっと騒然とする感じでしたね。はい、はい。やっぱ、そのキーパーまで行ったのもそうだし、いいな、はいはい、あとやっぱりもう、そもそも10人目まで行ったのは、その松本選手がもう PK2 発止めてたのと、その前のやっぱゴミスのヘッド止めてたからっていうのが一番大きかったりするわけなので、それら止めた上でたら最後 ね、神様がね、なんだかっていう。いやー、もうどっちも勝ちですよ、引き分けですから。いや、本当に。ね。なんか、すごいテンション上げてくれるとかね、うん、大事なものを教えてくれるようなそんな試合だったんじゃないかと思いますね。そうですね、うんうん、
本当すごかったです。ちなみに、まさかこれ最後に言っておきたいのが、はい、この松本健太選手は、はい、柏の下部組織出身で、まあ一応東洋大経由して、まあレイソル戻ってきた選手ですけど、はい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 、今年の途中までほぼ公式戦の経験ない選手だったんですよ。で、実は今シーズン初めて出た試合が、皆さん覚えてますか、はい、ホームで勝った鹿島アントラーズ戦。うん。うん、1-0 でほら、なんか鹿島が移動がなんちゃらかんちゃらみたいな、なんかいろんな話とかも出た。要はレイソルもなかなかうまくいってない。その中で、やっと勝てた1勝をもぎ取ったのが松本選手がこう守護神になった瞬間の時だったんですよね。それ以降ずっと出続けてのはこのね、天皇杯ってところでもあったので、なんか今年1年やったことによって、この天皇杯あったことによって、もしかしたら彼の、松本選手のこれからのキャリアちょっと変わったんじゃないかなって思うくらいの。なるほどね。でしたね。いや、伝わりました、先生。ありがとうございます。あとはね、はい、橘田脇坂のもう号泣なんかもありましてね。そうなのね。やっぱもうシーズン1年間ずっと苦しかった。はい。立花の選手は今年からキャプテンにね、うん、やることになったけど、その前が偉大すぎて、中村健吾、小林優、谷口翔吾ですからね。ね、フロンターレは上昇軍団みたいなイメージもあるからね。うん、そうなんです。苦しさもあったでしょうね。そうですね。うん、そんな彼が一つ最後にタイトルもたらして、そうですよ。という形になったという。なるほどですね。はい。いやいや、ビンビン伝わってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、そんな天皇杯でした。面白い。面白い。面白かった、本当に。ね。仕事編で打ち上げがありましてね。ね。自撮りを送ってきました。すいません。お疲れ様でした、コミュニティシリーズ。ね、いやー、長かった週末が終わるんですか、はい、いや、まだこれ土曜が終わっただけなんで、次日曜日です、これ動画出て。あ、はい、ちょうど今、あれです。日本テレビで。うん、やってるその映像、ああ天皇杯、細山をジョンソン龍が止めたところですね。ああそこですか。ああそっか。うん、ね、ワイプに高橋由伸っていうのはちょっとよくわかんないんだけどね。なんでね、今野球の場でもあったでしょうからね、きっとね。なるほど、ね、松本健太守護神ね。いやーよくわかりました。映像見るまで先生の話聞いてよかったです。ありがとうございます、ね、またちょっとやってください。もちろんでございます。見れなかった人のためのノーミルク講談ね、ちょっとレベルアップさせておきます。足を移動の時標識キョンキョンってやってください今度、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。いやサッカーって本当に面白いですね。面白いですね。皆さんのご意見お気持ちどんなところでしょうかというのをまたお聞きしたいと思います。はい、というわけでサブチャンネルをお送りしました、井上真理でした。ノーミルク佐藤でした。ほんじゃね、バイバイ。両チーム皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でございます。